よし、今日はとうとうのフルボトル全部試してやる。行くぜ。外れた。すげえ。また外れか。また外れだ。ダメだ。どのフルボトルをセットしても着脱音しかしねえ。しかも無理に入れたからぶっ壊れちまった。まずい、完全にぶっ壊れてやがる。今の俺は何にも変身できねえ。こんにちは、アズボンジャーです。以前ですね、ウエッチェンジャーにフルボトルをセットしようとしてもこの部分がですね引っかかって入らないというお話をしたんですけど、そしたらコメントで無理やり押し込めば入るということだったので、ちょっと今持っているフルボトルを全部試してみようと思います。じゃあラビットからいきますね。何もないっぽいですね。次タンクです。ダメですね。ゴラ、あれ、なんかなんなくなった。あれ、ぶっ壊れ。あなた、ダメっぽいですね。あれ、一個も当たりがないって。着脱音しかしない。あ、やっぱり、どうでしょうね。あ、でも一応やってますね。全く音がなんないっていうのも変ですよね。やっぱここを外すか、これ取り出してからやった方が良さそうですよね。ちなみにですね、なんかやりすぎたのかですね、なんかぶっ壊れました。やっぱなんかこの辺にちょっと無理な力が入っちゃったっぽいですね。やばいです、やばいです。完全にぶっ壊れました。ちょっとこれ一回分解してみないといけないですね。やっぱりここに無理やり入れるのは良くないと思います。もちろんですね、ちょっとだったら大丈夫だと思うんですけど、何回もやると壊れる恐れがあるので注意が必要です。やらない方がいいと思います。というわけで今回はとりあえず一旦終わります。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。